입니다. 하이 ということで やってまいりました。 はい、見えないんですけど、テイジョンでございます。ということで、はい、今回は韓国国内旅行ということで、ソウルから KTX とか、ムグンファって汽車に乗って来れる日帰りで遊びに来れるテジョン、大きい田んぼって書いてテジョンっていうところにやってまいりました。今まで私がね、地方の方はプサンだったりとか、あとジョンジュ、テグとか行ってきたんですけれども、各地方ごとね、まあある程度名物みたいなものがあるんですよ。プサンだったら、まあ例えばテジクッパップとかミルミョンとか、あとナッコプセとか、テグだったらコプチャンだったりとか、ジョンジュだったらビビンパップとかね、まあそういうなんか地域ごとの名物といいますか、すごい風が、そういうのがあるんですけど、テグはですね、ないんですよ。 それもね、私が独断でないと言ってるわけじゃなくて、テレビでもよくインタビューとかで、テグで楽しいところはどこですか、テグで美味しいものなんですかとかいうインタビューで、テグにはそんなものないですとか、テグつまんないですよとか、テグにはなんか乗れ番しか楽しいところありませんとか、そんな感じで、なんか大体みんなテグで見どころがないって言うんですよ。 で、私もなんかいろいろね、調査してみたんですよ。熱い調べてみたりとか、テレビ見たりとか、いろいろしたんですけど、美味しいカルビ屋さんとか、美味しいタクトリタン屋さんとかが、ぶっちゃけ、ここまで来て食べるかみたいな、なんかそういうものが結構多くてですね。ああ、ないんすわ。まあ、札幌ソウルからテグに降りてきて、二つ目の撮影どこにしようかなって思った結果、どこの地域にでもあって、どこの地域でも雰囲気が違う。そう、市場にやってまいりました。<笑>ですね、市場がですね、なんと、テジョン駅から歩いてこれるんですよ。駅前の地下3階って地下ショッピングモールをずっと歩いてくると、ちょうどね、プンって北門のところに出るので、今回テグ来たので、市場に行きたいと思います。イエーイ。ということで、では向かっていきたいと思います。GO! じゃあこちらがね、チョンワン・チョイド市場の北門になります。で、こっち門の方入っていくと、まあこういう感じでね、開けた道になりまして、もうすぐここから市場の始まりです。<笑>オリアルだって、オリアル10個で300円。オリアル。ということで、じゃあここからね、中入れるっぽいので、ここから中入っていきたいと思います。ビビンパップ、ナムルビビンパップ400円。 結構なんか人多いんだけど。ちょっと食べ物が出てきた。タッカンジョン、ティギン。あ、ね。どれだ。 見て、マニキュア100円1個。オリーブっていうブランドのなんかマニキュアなんだけど、全部100円だって。損得感はぜ、なんか爪を強くしてくれるやつも入ってるやつは200円。 이치바토스트200원. 5,000원! 고파 5개 5,000원. 5개 주세요. 네, 감사합니다. 맛있어요? 드셔보세요. 네. 맛있나? 짠! 맛있어요. 네, 맛있어요? 네. 이게 왜냐면 나만 해봤는데. 반대는 3개 전원이었는데요. 오잉? 다들 올려가지고 아직 안 올려서 다들 올려야 돼요. 안 올려가지고 네. 주변 분들한테 너무 미안해요. 거의 비슷하게. 아... 왜냐면 똑같이 시작해서 눈치가 네, 안 올리고 있으니까 눈치가 보여요. 화이팅 하세요. 네? 수고하세요. 얘네는 좀 맵다. 맛있다.
った。今まで食べたクッカーパンより中がめっちゃいっぱい入ってる。見て。なんかあんこも甘くて美味しい。いい感じに外のサクサクと中の何このドロドロな感じが超美味しい。ソウルで食べたクッカーパンより大きくて安い。はい、じゃあ今度はこっちのなんかちょっとローカルっぽい市場の方に行きたいと思います。じゃあここからはもうはちゃめちゃローカル市場でございます。見て、うわ、生きてるエビ。しかも売ってんのさ、あのお魚屋さんじゃないからね、野菜屋さんだから。このね、お魚がチョギって言ってめちゃめちゃ高いんだけど、めちゃめちゃ美味しいお魚。焼き魚にすると超美味しい。でかっ、チキンでかっ。え、こんなにチキンでかくて、チキン屋さんのチキンはなんであんなちっちゃいの。ソンジウォンボン。私が食べるソンジクックはもともとこんな感じ。絵の具がペンキかと思った。なんかすごい、見て、超ローカル市場って感じ。じゃあ見て、すごいなんか映画に出てくる感じ。뭐찍는거예요손지찍었어아저찍었어요 이거왜찍어 신기해서여기서한개이거이거저기이뭐야당뇨있는사람들저걸많이먹여야되는거 저도좋아해요손지이게본거요500원의미가없거든ここ私来ようと思ってたんだけど値上がりしたんだ。テジョンで100円でクッパ食べるところがあるって聞いて、ここ前探してたんだけど、ソンジクッパもう値上がりしたけど、もともと1100円だったの。やばくない？今もう200円になっちゃったけど、100円だよ。こんな感じで超ローカル。うわー、これがキムチになるのね。知らんけど、すごいこの白菜の数。わー、見て、めっちゃなんか昔ながらの、ね、絶対こういうとこさ、ドラマとか見てる人興奮すると思うんだけど、私はドラマ勢だから興奮するんだけど。今日のハイライト、帽子自作おばあちゃんこれ食べたら絶対便秘になるって言われてる超美味しい柿本市。なんか食べたいんだけどさ、広すぎてどこで何を食べていいかわからん。청양어떡하나주세요。네。이거조금저기식었는데데펴줄까？네。見て、マジででかいんだよ、見てこれが150円です。やばくない？いただきます。クオリティ的に全然150円じゃない。めっちゃ美味しい。で、私はあの청양핫떡って言ってちょっと辛いのにしたんですけど、本当にちょっとピリ辛で、何が辛いってこの中のソーセージにちょっとコチュの感じが入ってる。美味しいし、めっちゃこれは満足。
まあ、冷めちゃったからって言って二度揚げしてくれたんですけど、だからといってめちゃめちゃなんか油っぽいわけでもないし、サクサクだし美味しかった。はい、じゃあこの回ってるのが湿気です。 OK、 湿気한잔주세요。なんだでてん、またちょっと私がついこの間チムチーバーで飲んだ湿気とは違うやつ。あで、湿気が何かっていうのをね、この間あのコメント欄でもあった、まあ前は説明したんですけど、この下のとこを見るとお米が入ってるんですよ。だお米から作ったちょっと甘い飲み物というか、なんかネットとかには日本の甘酒みたいな感じって書いてあるけど、甘酒とはまたちょっと違う、全く違うもので、でもなんか好き嫌い分かるらしいけど、私は初っ端から好きだった。でチムチェーバン行くとね、チムチェーバンは暑いのでシャーベット的な湿気くれるんですけど、市場のはだいたいこういう感じで、さっきみたいにぐるぐる回ってるやつをなんかこう出してくれて、そこから食べます、あ飲みます。はい、ということでごちそうさまでした。はい、こんな感じです。まあ、とりあえずね、行くところがないからと思ってここの中央市場来たんですけど、はちゃめちゃ広いです。多分あのソウルのクァンジャンスジャンとかよりも全然広いと思います。まあね、あのソウルに比べてやっぱりちょっと下に降りてくるだけで安い。あとはね、やっぱり地方の方に来て思うことは、なんか市場とか行くと、もちろんソウルとかでもすごい話しかけてくれたりとか多いんだけど、なんかもっとそれが多い。話しかける時もなんかお客さんに対して話しかけるというよりも、なんか普通に昔から知ってる知り合いみたいな感じで、さっきのおじちゃんとかもそうだったんだけど、ソンジってあの牛の血を固めたやつも、別におじちゃんあのソンジ売ってないんですけど、ソンジ体にいいから食べなきゃダメだよとか、なんか本当に知り合いなんかなって錯覚するぐらい、なんかすごい親しい感じで話しかけてくる。もし何らかのね理由、何らかの事情まあ出張だったりとかでテジョンに来ることがあれば、ここのねテジョン駅のすぐ前にこの市場ありますので、ぜひね普通に歩いて観光してもあのすごい楽しいと思います。わざわざテジョンに来てここの市場来いっていう、なんかそういうなんていうの、そういうのはできないけどまあもし来る機会があれば来た方が楽しいよみたいな感じでした。まあ私のチャンネルはね、韓国に遊びに来る際に役に立つよっていう情報も含め、まあ、普段見ないといけないようなところも、まあ、動画にこう詰め込んで見せるというね、そういう目的もありますので、ということで今回はテジョンのすごい大きい超でかい市場、チュンガン市場の食べ歩き動画でした。それでは今回の動画がお役に立ちましたら、高評価とチャンネル登録お願いします。それからコメントもすべて読んでおりますので、コメントもよろしくお願いします。それから概要欄にインスタグラムとツイッターの ID とか URL 書いてあるんですけれども、急なお知らせとか、あとライブのお知らせなどでそちらの2つ通して行いますので、ぜひ、アカウントある方フォローの方お願いいたします。それから概要欄に追加情報などね、いろいろ書いてありますので、ぜひあの広告出てられたなど見てくれたら嬉しいです。それでは今回もご視聴ありがとうございました。그러면오늘은여기까지終わりー。